オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日水曜日のテーマは日本のしきたり、日本の年中行事や祭事記をご紹介いたします。本日のテーマは歳末です。今年もあとわずかになりました。12月の声を聞きますと不思議と慌ただしい気分になります。それは12月が1年を締めくくる月であるとともに、新年を迎える準備の月でもあるからではないでしょうか。お正月は1月1日より始まると思われがちですが、昔は正月準備を始める時からお正月と考えていたようです。12月8日はこと始めとか正月始めの日と言われ、この日をもって正月の準備に取り掛かりました。各地で年の市や羽子板市が開かれるようになります。江戸時代には13日がすす払いの日として定められ、宮中や幕府、町中で一斉にすす払いが行われました。この行事は1年間の厄や汚れを払い落とし、年神を迎えるために吐き清める宗教的な行事です。おみきやお供え物を当日使ったすすだけに献じたり神棚に備えたりしました。またこの日は松を山から切り出す松迎えの日とされ、町内のとび職が門松を積んだ車を引いてきて家ごとに勢いよく建てていく風景が見られました。今日では年末の贈答儀礼となったお歳暮は、先祖の霊を迎えて祀る年越しの玉祭りに必要な供え物を親元に持参することに由来しています。お世話になった方に感謝の印として、正月用の魚、餅、米などを贈り合う聖母の礼、聖母祝いの習慣となり、略して聖母と呼ばれるようになったものです。また忘年会は古代中国で先祖を祀った後お供え物を食べる供食儀礼の一つとして行われていた別祭、分祭の行事です。日本では年忘れとして父母、兄弟をもてなし一年の無事を祝い、厄を落とすために行われるようになりました。大晦日は一年で最後の日です。それまでにしめ縄張り、餅つき、おせち料理などの正月準備をほとんど済ませ、夜は年越しそばを食べます。そばは細く長くと言われるように長寿延命を願う食べ物です。江戸時代の金銀細工師が仕事場に飛び散っている金粉銀粉を蕎麦団子にくっつけて集めたことから、蕎麦で金銀をかき集めるという縁起に由来するとも言われます。年越し蕎麦は慌ただしい年の瀬にはぴったりの手軽な食べ物です。すがすがしい新年を迎えるためにも縁起がよく、一年の締めくくりとして欠かせない食べ物となっています。そして12時には除夜の鐘が家々に響き渡ります。煩悩を取り払い、新しい年が良い年でありますようにと念じながら、本日は歳末をご紹介しました。明日のテーマは葬にまつわる体験談です。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からのご質問やご意見、ご感想を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集時を超えてをプレゼントいたします。そしてもう一つ、グリーフケアの第一人者、橋爪健一郎さんの著作、お父さん、葬式はいらないって言わないでもプレゼントしています。本をご希望の方は、
本希望と書き添えてください。ご意見、ご感想、そして本ご希望の方は、住所、氏名をお書きの上、メールの方は info@nara.fm、info@nara.fm、ファックスの方は、ファックス番号0742248422、0742248422、お便り、おはがきの方は、郵便番号 630-8334、奈良市西野信也町43、いずれも奈良 .fm、オフィスシオンの係までお送りください。お問い合わせは、0742248415、0742248415、奈良 .fm へお願いいたします。オフィスシオン、FM しきたりアカデミー、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。